どうもアラヤンです。今回はゴーストワイヤー東京で術の最大所持数を増やすことができる強化スポット地蔵の場所を全てご紹介したいと思います。それでは参りましょう。
ういう時だったね。来ちゃったな。俺たちの運命的な出会いは、それくらい印象は最悪だったね。
外に送るだけだ。どこかの家の中にいるはずだ。探してみようぜ。いかがだったでしょうか。主人公のアキトと KK が行使する術、最初は所持数が少なくて困りますよね。この動画を参考に地蔵を解放して術をバンバンぶっ放す爽快なバトルを楽しんでください。この動画が参考になったという方はチャンネル登録を、地蔵は全部見つけちゃったという方は高評価ボタンを押していただけると励みになります。じゃあ今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。